どちらを使いたいか、選んでください。はい、じゃあこちらを使います。このようなボルトです。このボルトを振ってやると、だんだんと短くなっていきます。こんなに短くなりました。元のボルトと比べるとこんなに短くなっています。これ金属のガッチリしたボルトです。調べてもらうことができます。